く見える色だなと思ったので、髪の毛もちょっと緩く巻いて大人っぽくしました。私腕がコンプレックスで、腕が太いから腕あんまり出したくなかったんですけど、これだよって言われてすごい可愛いなと思ったんですけど、どうしよう腕がって思って、したらでもスタッフさんがみんな大丈夫可愛いよって言ってくれたから、これを着てみました。でも恥ずかしくて今も隠してます、ちょっと。はい。でも思うんですよ、この腕好きな人もいるかなと思ってプニプニしてるの気持ちいいんですよ。みんなが触ってくれる、マイヤ曰く2とからしいので。影響力がすごくて、バラエティ番組とかに出るとみんなバラエティ見たよって言っていただけるので、なんかいろんな番組出て楽しんで、見てる人も楽しんでいただけるように頑張りたいなって思います。普通の声はですね、もっと違います。普通の声喋ると、私の最近ハマってることは塩で、塩をちょっとザラザラしてる塩を食べ物にかけて、ザッザっていうのにハマってますっていう感じです。低くないですか？歌う時とかはこの地声のまま高い音を出してたりするんですけど、そうするとすごい喉に負担かかるし、なんでこの声です。いつもは裏声でこのくらいの声で喋って、でも裏声でもそう自然な裏声を出せるようになったので、さっきのが地声で今のが裏声なんで、いろんな声出せるように頑張ります。普段は写真には苦手でですね、私はこういう撮影とかでいつも不安になっちゃうんですけど、なんか一生懸命頑張ってクールな表情とかなんかいろんな表情をしてみたので、なんか高山一実の見た目は好きっていう人がこれを見て増えればいいなって思います。皆さんぜひ楽しみにしててください。バイバーイ。